い、どうもブラマジ田中です。今日はビットアップさんの取材でパワーハウスジム千葉ジャパン店にお邪魔しております。本気な一人見せていきたいと思います。今日はちょっと4種目にしようかなと思ってて、このパワーハウスジム千葉ジャパン店がマシン結構多くて、でハックスクワットを最初にやろうと思ってて、ハックスクワット大好きなレッグエクステンション、レッグカールで締めのスクワットでいこうと思います。いや鬼っすね頑張ります。じゃあハックスクワットアップからですね、いきます。10キロで重々で、まだ楽勝ですね。このハック自体があんまりやらないんですけど、だいたい 40? 初期重量だいたい40とかだったかなと思います。ちょっと気持ちいいですね、久々のハック。筋トレは前からやってて、で筋トレで SNS やっていこうかなって思って始めましたね。 SNS は最初はもうお尻鍛えたい一心で、お尻大きくて華奢な女性に憧れてたん でとにかくお尻鍛えてたんですけど、全部鍛えるようになって急になんか足発達早いなみたいになって、そっからなんか足頑張るようになって、足がキャラになりましたね。よし、30、30かな、行ってまいります。このハック結構角度があって、普通の他のハックより結構きついんですよね。きつい。メイン3セットですね、大体。なんであと1はやりたいですね、はあ、気合い入れます。よしよしよし、いやー40気合い入れよう。
っそれの日はいつもこんな感じですね。もう何？もう1セットぐらいで削る。まあ6回ぐらいだったら、6回ぐらいだったら結構、6回ぐらいだったら結構かもしれない。もう1セット？もう1セットやるか。10回やったかわからんしな。やんだ。追い込まないとやっぱでかくならないんで、どちらかというと骨格的にもこう外側が目立ちやすい骨格してるんで、あのだいぶ有利だと思うんですけど、そこは大きさで言ったらそんなにみんな変わらないかなと思いますけどね。ウェルネスの選手は、私はちょっと尻ハムが弱いので、その分こっちを目立たせて勝っていこうかなと思ってます。10回上げます。よし。行きます。隣にこのエリアあるの助かるかも。やばいやばい。今回はさすがに10回やったような気がします。やば、でも次は大好きなレッグエクステンションなんで、もう昔はあのスクワットとか全くやってなくて、でレッグエクステンションだけで太ももを作ったんで、相棒みたいなもんですね。よし、次行きます。ですね、この終わった後にこれプルプルするのが好きなんですよ。筋肉が回復する気がする。次どんぐらいかな、 70ぐらい。よし、うわ、座ってるのも立ってるのも辛いですね、足トレの日は。よし、行きます。
よいしょい。次から本番入ります。あと30秒ください。よし、100ですね。気持ちいい。マジでしんどい時はそのこうやって語りかけてます。エクステーションの前にやれるだろうっていけいけって言って語りかけてからやってます。これの後にレッグカールいつもやるんですけど、こっち側がすごい張ってるんで、ここにパッドとかシートが当たるんでめっちゃ痛いんですよ。よし、次レッグカールいきます。よし、オッケーオッケー。軽いな。基本的にレッグカールは上の方の収縮メインでやってます。よし、行こう。もうちょっといけるな。
その時にシートに前ももが当たるんでめっちゃ痛いんですよ。自分としてはやっぱこっちの方が強いんで得意かなと思うんですけど、こうコーチに見てもらったりするとハムの方がトレーニングうまいって言われるんですよ。うまさとちょっと比例しないのかなっていう気はしてますね。よし、本番いきます。よし、あと1セットやります。ちょっと重量上げます。ハムケツが弱いんでね、ちょっとハムとレッグカールですね、レッグカールはちょっと気合い入れて頑張ってます。あと最近デッドリフトとかも取り入れたりして、尻ハムにねちょっと今年はフォーカスして頑張ってます。よし、ラストいきます。よいしょ、よし、いやラストっすね、締めのスクワットいきます。最後スクワットアップからいきます。ちょっと最後なんでボトムホールドでやっていこうと思います。よいしょ、よし、アップいきます。よし、うわ、調子いい、調子いいな。重々で行こうか、うん、もう一回ちょっとアップ挟みます。でメインが60でボトムホールドで10回
やろうかなと思います。やっぱラストのスクワットはちょっときついな。でもなんか足がでかいジュラシック木澤さんとかマメタンク杉中さんとかスクワット最後にやってるんで真似していこうかなと思ってます。なんか同じ人間としては見てないんですけど、もう恐れ多いって感じですね。次メインです。よいしょ。よし、行きます。これは下で2秒耐えるようにしてます。きつい。普通に10回きつかった。あと1セットやります。ラストですね。イエス。気合い入れよう。最後ですから。よし、行くか。無理だ。
では、いやちょっと悔しいですね。最後上がりきらなかった、腹圧が負けてました完全に、はあ、うわ、よし、はあ、よし、終わった、いつも通りの死ぬ気の足トレをできました。ありがとうございます。頑張った。この種目きっちり追い込みましたね。かなり本気ですね。はい、ちょっと疲労感が顔に出てると思うんですけど、いやもう山ほどあるんですけど、一番はやっぱりこう筋トレってやった分だけこう筋肉として結果に現れるんで、分かりやすく結果に出てくれるから自信につながるっていうところが一番私はいいところかなと思いますね。あとはまあ健康になったりとか、もう本当いろいろあるんですけど、まあ、とにかくその自信が出るのと、あとはそうですね、継続、筋トレってもう継続しないとやっぱ強くなれないんですけど、自分って継続できるんだなっていう、そういうところからもう自信につながったんで、本当に筋トレはこう自己肯定感を上げるための一番のツールかなと思います。昔は結構弱かったんですぐ風邪ひいたりとかしたんですけど、まあ、食事とかも健康的になったりとか、まあ、毎日体を動かしてるんでだいぶ体が健康になりましたね。今年の目標か、まあ、去年も変わらずなんですけど、もう去年の自分を超えるっていうところですね。私にとってのもう一番の目標は去年よりいい体で大会に出る、みんなにいいところを見せたいなっていう形ですね。それじゃあみんな今日もお疲れ様でした。またね。